はい、皆さんこんにちは。ハックスクリティブライブのベックですえ。今日はですね、ちょうど1年前に起きたこと、えー、立ち止まって見える景色という感じのですね、話をしようかなと思ってます。えっと、まあ、きっかけになったのがですね、ちょっと今日、あのツイッターでですね、えっと、たまたまテストステロン、 テストステロンっていうね、あの非常に有名なツイッターアカウントの人がいるんですけど、ひたすら昔は筋肉だとか筋トレだばっかり言ってた人なんですけど、まあ、最近は結構そのメンタル系の話をされることが多くて、でまあ、どんなツイートやったかっていうとね、うつ病や適応障害なんて自分には関係ないとか思ってたらダメだよ、精神が強いとか弱いとか関係ない条件が整えば誰だってなる可能性がある、長時間労働、 不足私生活での問題等が積み重なれば人の精神は簡単に限界を迎える自分は大丈夫だと思っていたんないようにね無理はしないでね約束ねというツイートをですね、えー、まあ、されていたとでそれをたまたま見かけて俺やんと思ったんですよで、まあ、俺やんと思ったんでえっとまあちょっとふっと思ってみたらあそういえばあの去年の今頃やったなとあの初めて病院に あの精神内科ん診療内科に行ったんですよでえっとまあ当時そうですねあのまあ結構仕事もしんどくてうんと、うん、時々ねあ,のあまりにも仕事がしんどすぎてあの動けなくなるということが、まあ、何度かあってで結構ね夜中に1人でちょっとこう。 まあなんかねあの書斎で涙するみたいなこともあって、まあそういうのもあって、まあ、家族からも大丈夫かいということで非常に心配をされていて、でもうちょっといよいよ動けんくなってきたときに、あの奥さんに、まあんね、首根っこ捕まえられてですね病院に行くぞということでまあ、引っ張っていってもらったんですね。であのー まあ当時ですね、えっと、まあコロナ禍でですね、成り立ての頃ですよ、初めてのし、何ですかね、えっと、緊急事態宣言が出てみたいな、えっと、状況で、まあずっとテレワークでね、家で働いていたっていうのもあるんですけど、まあもともと、て言うんですかね、非常に働き方がやばかったのもあって、あの、そういうことがなくても、まあ本当に朝のね、9時から終電までもうほぼ会社にいて、 時々徹夜してみたいな感じで、でまあ、家帰ってからも仕事するみたいな感じで本当になんか朝起きてご飯食べてでその時だけなんですね子供とか家族と過ごすのはであとはもう夜遅く帰ってきて寝てまた朝会うみたいな感じで,でそういう生活がそのままコロナで、えっと、家で働くようになってあの 一日ですね、17時間、8時間働けるようになった。通勤時間がなくなったので、えっと、ご飯食べる時間と寝る時間以外は、もうほぼ仕事しかしてませんみたいな感じでしたと。で、土日もですね、まあ家族とね、過ごしている時でもずっとチャット携帯でチェックしてましたし、 何かあったらすぐチャットとかメールとか返信してとか、で、まあ、不安だからってパソコン常時持ち歩いてたってこともあったし、まあ、あるいはもう普通にですね、土日でもバンバン予定入れられて、まあ、打ち合わせとかにね参加しててとかっていうことがあって、まあ、そういうですね、えっ、ー、ともう一日15時間、16時間働くみたいな日々と、でそれから、えっ、ー、と、 睡眠不足っていうのはあの当時は寝なくても大丈夫的な感じだったんですね。あのまあ寝るとそれはそれでまた悪夢にうなされるみたいなのもあったんだけどどっちかっていうとなんかすごいこう睡眠時間を多少削って頑張って働いてもなんかいけちゃうみたいなちょっと変な万能感みたいなやつを感じながらですねなんか寝なくても大丈夫だから寝ないみたいな感じでえっと本当に、ね、平均 いで、えっと、まあ、それにプラスインド式のハイプレッシャーというのをですね、えっと、ツイッターでつぶれたらクラスさんにハイ、インド式ハイプレッシャーのパワーワード感って突っ込まれたんですけど、まあ、あのね、ちょっとたまあ、なんていうの日本で言えばちょっとバッシングされるというかね、あの、非常に強い言葉で叱責されるわけですよ。で、まあ、もう本当に、とにかく、 自分がですね、なんとかしなきゃと思って、えっと、必死で頑張ってたんですけど、必死で頑張っても何かこう、やっぱり、ボロボロ、まあ、逆に言うと、そういう状態で仕事をしていれば、ボロボロいろんなことが抜け落ちたりするんですよね。で、それで、まあ、非常にですね、厳しい言葉で責め立てられて、もう時、時々、ポキン取れて <laughs>、ああ、もうだいぶ動かれへんとか、もう死ぬみたいな感じで、えっと、まあ、ね、だんだん、だんだん、こう、 生産性も落ちていってなんか、うん、元々も働き方というかもう人生が狂ってたわけですけどそこに、えっと、その状態に自分で気づけなくなっていくっていうことになってねであのまだいける大丈夫みたいな感じをでですね渋ってたんですよで、まあ、ついにですね、まあ、ゴールデンウィーク期間も結構なボロボロな感じのゴールデンウィークを過ごしてで そのっ、えー、と5月走り抜けたぐらいの時にはもうダメだとなって心療内科に、えー、行きましたとでそしたらですねまあもうあんたダメやとこのまま行ったら死ぬぞと言われて、まあ、ただまああのまだうつ病という診断まではいかないと思うからあのまずは働き方を改善してくれとでもとにかくえっ、ー、とまずはそういう 自分が状態であるということを周りに伝えるということから始めたっていうのがちょうど1年前の出来事だったんですよね。で、ただまあそっからまだいける大丈夫を繰り返して、さらに休養とか薬を服用するっていう状態までどんどん悪化をさせていってしまって。で、まあ問題もねずっと先送りしてたわけですね。もっと早くもうダメだ、休もうとか、えっと、もっ、ま、早く薬を飲もうっていう決断ができてれば、あの、 もう少しね、軽い状態で、こう、状態を改善することができたかもしれないんですけど、まあ、ちょっとそうならず、半年間、ずるずるっといってしまって、まあ、10月、まあ、5月、5ヶ月後の10月に、またお休みをちょっと2週間取って、さらにその数ヶ月後、1月に、えっ、ー、と、約1.5ヶ月ですね、えっ、ー、と、休養を取るということになってしまったので、まあ、まあ、とはいえ、 一番最初のきっかけっていうのはこの5月に初めて心療内科に行ったというところでしたと。で、まあ、当時えっと何て言ったらいいんですかねだいぶ判断力がやっぱり落ちていてあのうーんとねまあやっぱり周りからもあの すごいもう目に見えてボロボロになってたので、まあ、仕事より健康と家族が大事で家庭が大事だよっていうアドバイスをもらったりとかなんかそんな辛いんやったらやめたらええやんみたいなことをたくさんアドバイス頂い,いたんですけどあの結局ですね自分でもそれってどうしようもなくてですねまあ何ていうか取りつかれてる感じですよね何かにすごく怯えていてえっ、ー、と手元に スマホとかか、えー、パソコンがなかったらすごい心配で、怖いんですよであの自分が見てる間に何かが起きたらどうしようみたいな感じで、まあ、ずっと,んとチェックをするんですね。で、まあ、視野も狭まっているし、判断力もしていたからあの、その、なんかね、止めればいいというか、やめればいいとかっていうのって、もう自分では判断できなくなってるんですよね。で、あの、だから当時、僕のことを、 止めてくれた人がいた。それが、あの、首根っこを捕まえて病院に連れてってくれた奥さんだったりとか、あるいは、あの、まあ、そっからしばらくして、やっぱり良くなってる、悪くなっていて、まあ、だんだん悪くなってったんですよね。で、それでもうこれ以上行ったら、本当にもう取り返しのつかないことになるから、休みなさいと。これはもう命令ですという、まあ、本当はあの、自分の、言んですか同意というか、 あの休みますというのがなしには当然休めないんですけどお医者さんがもうこれはあのそういう忠告とかねあのアドバイスとかそういうものではなくてもう、まあ、これ以上行ったら絶対もう悪くなって取り返しのつかないことになるからもうここで休みなさいという形で、まあ、かなり強力に引き止めてくれたということがあって、まあ、やっとそこで、まあ、立ち止まることができたんですよ。で あの、で、休むってなった後も、最初一週間ぐらいって、全然、こう、休まんないんですね。で、何してんねん、俺、仕事せな、もっと頑張らなあかんのに、みたいなのがあって、でも、一週間ぐらい経ったら、な、何を、そんなに焦ってたんやっていうことにだんだん気づいてきて、こう、つきものがね、ポロンと落ちるんですよ。で、まあ、その後、もう一週間ぐらい経ったら、あ、 <laughs> 休みに入る前の自分やばかったなっていうことがだんだん客観的に見れるようになってきて。で、まあ、最初2週間だけの休みだったんで、あ、やべえやべえと思って戻ったんですけど、そしたら、戻ったら戻ったなりで、こう、ちょっとね、シになるんですよ。今まで、あの、何ていうのかな、うんと、1日中5時間、8時間働いてたのが、まあ、えっと、 土日はできるだけ完全に休んで、えー、っと <laughs> えと、ー、え平日はま、9時、10時ぐらいまでしか仕事しませんみたいな感じだったんですけど、まあ、なんで平均で月45時間とか、ちょっと忙しかったら80時間ぐらい働いてて、そしたら、あの、お医者さんに何やってんのと <laughs>、それ、普通に働いてるやんという感じで、あの、まあ、 当然ね、あの、もっと忙しい人とかやばい人はいるにせよ、あの、全然普通に働いてるラインですよと、あの、残業制限をしなさいという指示を出しているのに、なんでそんな働いてるんですかっていうので言われて、あ、あそうかと思って。前よりマシになったからこ、こんなもんやと思ってたみたいな感じで、まあちょっとやっぱり自分も感覚がまだ狂ってて、で、まあそれを繰り返してるうちに、まあ、だんだ業務量も元に戻っていって、 でそれからプレッシャーもかかってきてでもう一回年末にポシャったっていうことがまあ,ありましたとまあまあそれはまあ今までも何回かお話ししていることなんでそんなに今日は深くいかないんですけどでも結局なんか自分でも、えっと、やばいなって気づいた後にまたやばい状態に突入してたのでなんかまあやっぱり当事者になってみると まあやっぱりまた見えなくなっちゃったっていうのがあって、同じような失敗を繰り返してしまったっていうのが、まあ、ありましたと。で、まあ僕の前ね、やっぱりラッキーだったのは、そうやって奥さんがね、あの首根っこを捕まえて病院に連れてってくれたりとか、それから病院の先生がね、もうかなり強めに、もうやめな,やめなさいとかね、止まりなさいと。 ここで一回休みに入らないと、あんたも死ぬわよ、ということを言ってくれたわけですよ。で、まあそれでなんとか立ち止まることができて、まあそれはそれでラッキーというかね、恵まれてたんだなと思いますと。で、あのー、まあなんでね、皆さんもし周りになんかヤバそうな人がいたら、もうなんか明らかにちょっとこいつ、ちょっとおかしになってんぞみたいなのがあったら、 病院に行けっていうアドバイスはほぼ聞かないと思っていただいて、ほんにね、ぶん殴ってても首根っこ掴んででも病院に連れてくぐらいのことをやらないと、あの、いや、もうちょっと今見、見、はためから見てやばそうやぞって言われても、いや、いや、当の本人は、いやいや、もう全然まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。あの、自分まだまだ生きるんでとか、自分丈夫なんでこんなもんじゃ、あの、死なないです。みたいな <laughs>。あの、やっぱりね、ちょっと自分にちょっと、 体力というかね、あの精神的にダッフみたいなところ自、自負がある人の方がね、この辺はね、やばいのであの、ほんまこいつ、まあ、やばいんちゃうかと思ったら、ぜひですね、あの本当に首でっこつまえて、えー、病院に連れて行ってあげてほしいなと思います。はい。で、えっと、でですね、まあ、そういうツイートをちょっと今日、一連パートツイッターに流してたんですけど、そしたらあの、マイルドさんというね、方、あのラジオ、 よく聞いてくださってるんですけども、まあ、その方からちょっとしたリクエストをいただきまして、えっと、その時のツイートが、うんと、立ち止まった今、改めて今の職場に留まる理由とか思いをポッドキャストで聞きたいですとで。北さんなら転職もそんなに難しくないように思えるのですが、技術が楽しいとか、めっちゃ給料が高いとか、リベンジしたいとか、まあ、なんかあるんだろうなと。 で、気が向いたらネタにしてもらと嬉しいですという、実はこういうですね、えっ、ー、と、ラジオ、ポッドキャストへのリクエストってあんまりいただけないので、なんかちょっと嬉しくなっちゃって、も早速収録しちゃってる今ですと。で、えっと、で、今ね、確かになんでそんなしんどい思いまでして、 今の仕事続けてるので、要は1年前の今しんどくなったことと今やってることっていうのはそんなに大きくはあの変わってないですね。まあもちろん立場が変わったとか自分が休みに入ったことによっていろんなものがあの自分のところから離れていったっていうのはあるんですけども、まあ、そういう感じでまあ一つ留まってる理由を挙げるとするとやっぱりそうやって自分が復帰するというかね えっと、回復するためにすごくやっぱり周りが協力をしてくれてるというかあのもともと僕のところにいろいろあった責任だったりとか仕事だったりっていうのを、まあ、ある程度を取り除いてもらえたということもあるし、まあ、非常に多くの方がね心配してくださったりとかやっぱり正直ちょっと休みに入る前はもうこんなねあの迷惑かけんねやったら や,やめた方がええんちゃうかなってやっぱ思ってたんですよ。もう本当にね、あの、そういう精神状態の人って、あの、すぐ、もう俺には価値がない、やめる、みたいなことをすぐ思っちゃうんで。でも、まあやっぱりいろんな人がね、まあお休みに入る前とかにも、あの、メッセージくれたりとかもあったし、やっぱり復帰してからも、なんかね、復帰した時に、本当に自分に帰る場所があんのかなと思って行った時に、まあすごく暖かく迎えてもらえたとかっていうのがあって、まあ、 そりゃ仕事はねしんどいこととかいっぱいあるしあのもちろん自分がしんどくなった理由があの職場の環境に問題がなかったかといえば全然嘘になるのであのいいとこもあれば悪いところもやっぱあるんですよねだからそういうやっぱりなんかねちょっと恩はやっぱり感じていてそうやってまあ温かくね迎え入れてもらえたっていうこともあるしその戻ってきてからもすごくこう 業務量が増えないようにある程度はあの考慮してくれたのちょっと最近あの、まだちょっと業務量がですね、増えつつあって、とかね、ちょっとこう、プレッシャーみたいなのもたまにあったりとかして、いやー、ちょっと <laughs> 怖いなっていうのはあるんですけど、まあでもまあ、それでもやっぱり戻ってきてから3ヶ月ぐらいですかね、あのかなりいい配慮をいただいたっていうのもあるので、まあそういうところに恩義を感じてるっていうところは当然ありますしまあ、そもそも転職をね、 したっていうのがあの自分が15年かな働いたあの、まあ、前の会社 NEC っていう会社なんですけどねそこでやってきたことをチャラにして転職したいと思えるような仕事ができる場所だったので、まあ、やっぱり、ね、自分のやりたい仕事やりたいと思って、えー、挑戦しようと思って転職した場所だったので、まあうん、まだね未知半ばだったんでちょっとそこは。 やりきりたいなっていうのもあって、まあ、少なくとも今自分が携わっている仕事とか、あの、もうじきね、えっと、東京ビッグサイトの方で、ワイヤレスジャパンっていうイベントがあって、まあ、そこでちょっと登壇をしてですね、あの今やっている仕事についてお話をするみたいな機会もいただいてるんですけれども、ちょっとそういうこの2年ぐらいかな、あの自分がずっと携わってきて、まあ、死んで思いもしながら、 あの、うつにもなりながらやってきた仕事について、だんだんこう、外にも発表していけるようになってきたっていうのが、まあ、あるので、まあ、ちょっとそれもやっていきたいなということで、まあ、まだまだやり残したこともあるし、まあ、今の自分でもなんか貢献できることっていうのがいろいろあるなっていうのが見えてきたので、はい、まあ、今できることで貢献しながら自分が、 やり遂げたいと思ってた仕事をね、まあ、当初思ってた形とはだいぶちょっと変わってきてるんですよね。今、まあ、ロールとかも変わっちゃったし、前はもっとね、直接的に自分でいろんなことを決めたりとか、あの、まあ、設計したりとかっていうことをやってたので、まあ、それがちょっとね、他の人にそこはやってもらって、自分はちょっと裏方に徹するみたいなところもまあ、なきにしまらずなので、今は。まあ、ちょっとそういう意味でだいぶ変わってはいるんですけれども、まあ、今、自分がやってる仕事、 えー、要するに転職してまでやりたいと思った仕事を中途半端には投げ出したくないなっていうのがまあ一番ねえっ、ー、と今の会社に続けてる理由かなというふうに思いますしあとねあのー、ちょっと、ね、やっぱ休んであの考えを改めたところがあってかもう自分がやりたいなと思ったことをどんどんやってしまえと。 え、まあ、その一環として、外部発信系のことを、えっと、これ、あの、やる必要あるんで、やりますって言って、<laughs> 半ば強引にですね、まあ、自分の仕事にしてしまったっていうところも、ありますと。まあ、まあ、あの、そうやってね、あの、自分自身が楽しみながら仕事をするっていうのはいいかなと思ってる次第です。で、まあ、マ、ま、ルさんの言っていただいてる中で、例えば、技術とか、あの、もう、めっちゃお給料高いとかって、 とかねまあ、そういうのもあるとは思うんで、あの、特に技術が、僕の場合ちょっと特殊な領域でして、テレコム系のですね、あの、オペレーションとか、オーケストレーションとかっていうね、あの、普通の人は聞いてもないんじゃらっていう世界観のものをですね、ずっと専門でやってきていたので、まあそういうところが活かせる職場っていうのがなかなかまあないんですよ。要は、あの、今僕、モバイル系の会社にいるので、まあ、他のモバイル系の会社に行くか、そこにシステムを収めているベンダーに行く ぐらいでまあそんなにね大きく労働環境が変わることもないかなっていうのもありますしまあ当然ねあの今英語をメインの仕事をしていてでインド式のですねハイプレッシャーにさらされるという環境はまあ当然他の日本のモバイルの会社だとそこまではないだろうなっていうのはある,あるのあるんですけどあのまあでも自分が今やっているような仕事が他のところに行って 同じようなことができるかとかっていうと、まあ、例えばね、その仕事の進め方とかも、やっぱり今僕のいるところで立ち上げ機の会社なので、まあそうするとやっぱり大企業とかに行くと思ったようには進められないというか、なんか調整に非常に時間が取られるとか、 技術的にもやっぱり新しいものを取り入れようとすると、まあ、ちょっと抵抗があったりっていうのもあるだろうし、その物事を決定するまでに非常に重厚長大なプロセスを踏むとか、まあ、やっぱり自分もいろんな会社さん見てきてるので、まあ、今の会社での仕事の進め方がやっぱりいいなと思うところもあってね、まあ、あの技術的に挑戦ができるとか、あの自分が思ったように進められるとか、まあ、そういういろんな 要素もね、踏まえて考えて、まあ、今のね、職場、今の会社、自分がやりたかったことを自分の進めたいようにやらせてもらってたりとか、で、ね、しんどいけど、もっともっとね、自分の実力がどこまで、そういうグローバルな組織というかね、今まで日本国内のお客さんと日本企業で働いていたので、どこまで世界に通用するかっていうのを、まあ、見てみたかったっていうのもあって、 まあ、それがね、やっぱり、結局、ちょっと力及ばず跳ね返されてしんどなって思ったっていうのはあるんですけど、まあ、それでも、そういうチャレンジをしたいとかね、自分がやりたいってこと,いうことができるっていう職場と出会えたこと自体はね、非常に良かった。まあ、それの中で、まあ、自分の仕事との向き合い方だったりとか、まあ、やっぱり異文化許容力みたいなものかなっていうのが、あのー、 い、まあ、いろいろ足りてなかったのでそういうところも含めて、まあ、一つ糧になったのかなと。まあ、なんで結果から言えばねそりゃちょっと鬱になっていいことなんて何も当然ないんですけど、まあ、それでも自分の実力だったりとか自分の許容量だったりとかいろんなことが知れたしやっぱり一番多分大き方はあのハードワークでね何事も乗り切ってたのであのそのやり方っていうのはもう そういうことにも気づけましたし、まあ、休んだことによって家族と過ごす時間が増えてあなんか自分はこういう本当にいろんなものを顧みずにね働いてたらなんてバカだったんだみたいなのにも気づくことができたしっていうのもあって。 まあ自分のね、マインドセットというか考え方みたいなものが大きく変えられたっていうことはまあ良かったんじゃないかなというふうに思いますと。なんで、あの、まあいろいろ話しましたけど今の職場はもともとやりたくてきたし、えっと、やっぱりいろんな社風というかね、あのチャレンジングなところとか自分がやりたいことをやらせてもらえるとかっていうようなところも非常に魅力ですしね。あとはまあ、あの、 何よりもね、自分が一回しんどんなって休んで帰ってきて暖かく迎えてもらって、それを自分が今後も復帰していけるように、すごい配慮をしてくれて、いろんな人が気遣いをしてくれてっていうのがあって、まあ、そういうところもある会社で、まあ、あの、しんどくなった理由の全てがやっぱ会社が悪かったとか仕事がダメだったとかってわけじゃなくてで、自分の仕事への向き合い方だったりとかっていうところも非常に大きな要因だと思うので、 今はそこを修正しにかかってるっていう感じですかね。でまあ、あの、あとは、バイオさんも言っているお給料の面もね、あの、転職しているので、やっぱり前職よりは、あの、非常に大幅にですね、上げてもらって、採用してもらってるっていうところもあって、で、まあ、しんどんなってですね、休んだりとか、で、それから、 うんと長時間働けなくなったからっていう理由でまあ評価が下がるってことはなくてまあ自分が今までやってきた貢献度だったりとかまあ今の自分ができる最大限のね貢献の部分っていうのを評価してもらえているところもあるというところでま,あまずはねやっぱりいろんな形で迷惑もかけているし まあ、自分が復帰できるように様々なサポートしてもらえてるところがあるので、まあ、やっぱりそれにちょっと報いる形でね、まず自分がしっかり復活していく。で、また、あの、もっともっと貢献できるようになっていくっていう、まあ、そっちが先かなと。で、まあ、やっぱり受けた恩はちゃんとしっかり返したいし、あの、自分の中でちゃんとここでやりきったぞっていう実感が得られるまでは、 辞めるるととかか転職するとかっていうのはない。かなという感じですねはいといとうことでえ、今回はですね、えっ、ー、と、ちょうど1年前に、まあ、その、うーんと、診療内科に行って、まあ、そこがきっかけになって、まあ、この1年間でね、まあ、1回休む状態まで落ちて、それから今、だいぶ復活してきましたよ、と。で、まあ、なんで、じゃあ、あの、今の <laughs> 会社に居続けてるのかとかっていうあたりについて少しお話しさせていただきました。なんか、すいません、なんか、ほとんど自分の、 身の上話みたいな感じになっちゃったんで、なんか、申し訳ないです。はい。まあ、次からは、あの、聞いていただいた方にとって役に立つようなお話ができればいいなと思いますが、毎回そんなこと言ってて、まあ、大体、自分がね、話したいことばっかり話してるんで、まあ、あの、そのうちね、あの、<laughs> 皆さんにとって役に立つ話ができるようになったらいいですね。はい。 <laughs> ということで、締めたいと思います。えっと、こちらの番組、ベックス a ク k f では皆様からのご意見、ご感想、お悩み相談。今回、マイドさんのリクエストがきっかけになって、この回を収録しているのであの、リクエスト等々いただけましたら幸いでございます。えお便りの方はですね、Twitter、ハッシュタグベックスアンダーバーレディオの方にいただくか、えー、ベック1 2 4 0アットマーク g m a i l c o m っていう、ね、メールアドレスの方にいただくか。まああの ツイッターでもなんでも結構でございますので、ぜひですね、えー、お便りいただきましたら幸いでございます。はい、ということで今日はこの辺で締めたいと思います。それでは皆様、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは、皆すさようなら。